ているという感じになりました。裏を狙っているタイ、狭い範囲でボールが動いて裏を取ってくる。明けましておめでとうございます。今日はなったんです。広いスペースにボールを運びました。カトリーヌ母さんと赤ちゃんたちです。赤ちゃんたちです。日本の選手もね、クリーチャー早いと思いますよ。もちろんそれはね、森保監督がやらなきゃいけないと掲げてるサッカーの点ですね、やらなきゃいけないところでもありますけれども、いやせめてカトリーヌ母さん、ね、頑張ってくれています。